プログレス MS-02 は、ロスコスモスが2016年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げた無人宇宙補給機である。NASA および JAXA では、プログレス63、または 63P とも呼称される。2016年3月31日に打ち上げられた。プログレス MS-02 は2016年3月31日16時23分、後くに、 カザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地からソユーズ 2.1A ロケットで打ち上げられた。プログレス MOS-0 には2016年4月2日17時58分、アトクに国際宇宙ステーションのズベズダモジュールキビガーにドッキングした。補給物資や機材を国際宇宙ステーションに搬入した後、2016年10月14日9時37分、アトクに分離され、 約4時間後に太平洋上で大気圏に突入した。プログレス MS-0 により、第47次長期滞在クルー6名のための補給物資 2425kg が国際宇宙ステーションに運ばれた。内訳は以下の通りである。プログレス MS 補給船は従来のプログレス補給船から通信機能及び電子機器の改善が図られている。 プログレス MS 補給船では、対地動機軌道にあるロシアのデータ中継衛星ルチを介して地上の管制局と通信が行えるようになった。これは、プログレス補給船やソユーズ宇宙船で初めてのことである。その他に以下のような改善が行われている。ありがとうございます。